どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。そして、あ、どうも皆さん、こんにちは、WCS2020 年日本代表、ハルです。しっかりとマウント取っていく。遠路はるばるね、ハルくんが遊びに来てくれたんで、今日は4月の、4日、スターターデッキセットラッシュデュエルのね、リュウが VS ルークのこのスターターデッキが発売されたということで、これ3個も必要あったこれ。3個買ってくる必要あったこれ。内訳がこの表紙のセブンスロードマジシャンとドラギアスが1枚で、残りが全部3積みやから、要するに2個目と3個目は800円でこのセブンスロードをシングルで買ってるっていう。高いんだよな。この、いや、要はこのこいつらを3積みしたいがためだけにこのスターターデッキ3個買ってきてるってことでしょ。これそうやね、結構やべえことしてんだよな。確かこのね、なんかそのセブンスロードウィッチが入ってんだって。このスターターデッキにはなんかこのスターデッキを買わないと多分このモンスターが入ってない。ああ、2個入りの方。そう、はい、だからこれは多分スターターデッキ買わないと入ってないということだよね。で、収録カードリストはまあこれから見ていくと、まあ、レールとかはまだちょっと別の動画にしてるんで、よかったらそっちを見ていただければなと思います。じゃあ早速開けていきましょう。入ってるのはあれでしょ、だからあの、要するに会話デッキでしょ、会話デッキと遊戯デッキとかね。そうやね、やっぱ魔法使いとドラゴン、で、ブラックマジシャンガールが入ってて、で、フィールドが、ちょ、みんな聞いてくれよ、これ、このなんか、デュエルフィールドついてんだよね、この、スターターデッキに。いや、俺、昨日、めちゃくちゃ頑張って作ったんだよ。写真載せとくけど、作ったんだけどさ、いや、これ、ついてたんだよ、俺、作る必要なかったわ。なんか、めちゃくちゃ頑張って、昨日、机に貼って作ったのに。ちょ、何の意味もなかったんですが、ちょっとこれはまあ後で置いて、あ、ていうかこれあれだね、なんかルールついてるね、この横に。あ、ルール確認しながらできるという。いや、なんか俺の作ったやつの完全上位互換のビールフィードが、ここになんかルール書いてる。ほらスターターデッキならではやね、これ使えばよかったやん。俺結構頑張って作ったのに昨日。最悪やわ。まずはこれ、ブラックマジシャンガール枠ですね。セブンスロードベッジ、闇属性、レベル6、アタック1600、1000、魔法使い属、効果。書かれ方がさ、条件ってなってんだよね。あー、そうこれめちゃくちゃ分かりやすくね、これ。コストってことでしょ、つまり条件が。遊戯王 OCG が、散々やってこなかったこと。学んでんだよな、コナミ学んでるわ。条件、手札1枚の包丁を送って発動できる、要するにコストだよね、これ、コストがこれだと。で、効果が手札のモンスター、レベル7以上、闇属性魔法使い族1体を自分フィールドに表側表示で特殊召喚すると。で、この効果でセブンスロードマジシャンを特殊召喚した場合、このカードの攻撃力が短周路地まで400アップすると。まあ、要は、このこいつを出せると。セブンスロードと合わせて2000になりますよ、みたいな。はいはいはい、なるほどね。こいつちょっとかっこいいわ。セブンスロードマジシャン。闇属性レベル7、魔法使い族2100。打点めちゃくちゃ低いけどな。条件、デッキの一番上のカードを墓地に送って発動できる。このカードの攻撃力は単終了時まで自分の墓地のモンスターの属性の種類かける300アップすると。要するにアドバンス召喚して最大6個あるんだっけな、確か属性が。最大6個やね、うん、だから6,3,18,1800上がって3,900だ。自分の効果でね、墓地も返せるし。ああ、なるほど。だから盤面返すために使うみたいな、こいつをね。うん、だから多分セブンスロードの方のパックは、こいつの効果を有効利用するために、割と属性が多分散らばってるんか。ああ、そういうことか。いや、これアニメで多分使われてたんだろうね。1話見てる人は多分知ってると思うんだけど、いや、長野県が、テレビ東京が、ちょっと映んないと。俺見てるんだよ、アニメ。だから、ちょっとみんな教えてくれ。どう活躍したのかが知りたい、ね。活躍した、あと召喚工場とかも多分あると思うんだけど。知らないんだよ俺、見てないから。なんかあったらしい、 SNS で。あったんだ。ちょ、マジで知らん、ガチで知らん、見てないから。なんかさ、でもさ、光り方がさ、ちょっとなんていうのかな、なんか遊戯王っぽくない光り方して、そう、あのリンクスのプレミアム加工みたいな、はい、感じになってんだよ。なんか全部光ってるっていうか、このなんか効果のところまで結構光ってんのね。これなんていうんだろう、スーパーレアパラレルカードだって。スーパーレアパラレルっていうらしいよ。で、これがレアカードだよね。レアカードだね。風使い取るね。手札を1枚墓地送って発動できる。相手のフィールドのモンスター1体を選んで、守備表示を変更する。お、出た !AD チェンジャーだ。後で紹介するこのドラギアスの守備が1500やから、こいつでも別にドラギアス抜けますよっていう。その。かわいそうに、ブルーアイズ的なやつなんか、レベル6モンスターで突破されんのか。多分これ、どっちのデッキも、このレア枠が、一応、
このスーパーレアを単体で処理できるシステムになってるはず、うん、ああなるほどなるほどなるほど、こいつだったら、まあ、要は横にして1500のドラギアスを殴って突破してくれと、うん、結構強いじゃん、でもこの守備表示にするやつ、あでこれ3積みされると、はいなるほどね、魔剣士アンサラーかっこいいやん、レベル6炎属性アタック2000魔法使い族、これ魔法使いなのこれ魔法使いなのこれ、どう考えても戦士だけどね、2000っていう打点はどうなんですかこれは。まあこのストラクの中やったら、うん、多分2000打点がいいけど、うん、来週ぐらいに、うん、もうマックスレイダーっていう1体限定で2400のやつとか出ちゃうからマックスレイダーはあなた、マックスレイダーさんね、このね、この彼のね、マックスの方の要は進化系みたいなね、そうそうそう、やつが出てくるんだよね、だからそいつの2400がある以上、はい、こいつらはもう魔法使いってことしかメリットがないかもしれないね、でもあれでしょ、魔法使いのさなんか数とかで変わってくるんでしょ、ああなんかね、うん、てかもうこのデッキが魔法使いのサポートカードをふんだんに使ってるから、うんうんうん、ハイドロマジシャンレベル5 1700、水属性魔法使い族通常、なんかフレーバーテキスト読んだ方がいいのかな、別に読まなくてもいいのかな、多分2000って結構高いんじゃない、多分ね、多分2000高くて、こいつはどっちかって言ったら守備力も1500あるよっていうのが、あー出たこれカオス、サラじゃん、サラダークソーサラ、闇属性レベル4、1500、これアタッカーとしてはさ、うん、なんかあれでしょ、アックスレイダーわけでしょ、アックスレイダーわけね、多分今の実装されてるカードの中じゃ下級は1500が最高だと思うな、あーなるほど、これアックスレイダーや、ダークソーサラーとなんかね、手の向きが逆なんだって、これあ、そうなんやなんか、こうなんか右と左の手がね、逆になってる、カオスソーサラー、俺ちょっとカードを今ちょっと探さないとないからないけど、あまりにも弱体化してるけどな、性能はいや、あとあと多分ね、闇落ちすんだよ、こいつ多分闇落ちする、そう、あとあとね、ミスティックディーラー強そうじゃね、こいつがね、多分このカードの中じゃ強そう、水属性、レベル3、アタック1000、条件、手札のモンスター1体を墓地へ送って発動できる、自分をワンドローする、え、あれじゃん、あのマジシャンガールじゃん、なんだっけあいつ、水属性のやつ、なんやっけあいつ、なんだっけあいつの名前、ベリーマジシャンガールかな、ベリーマジシャンは地の方じゃん、あのサーチするやつじゃん、そっかそっかそっか、あの水のやつなんだっけ名前、あいつ名前わからん、ちょっと名前忘れたけど、あの水属性のやつじゃん、だって魔法使い送ってワンドローってマジあいつのパクリだよ俺、だからラッシュデールのシステムでこの手札安定させれる効果は多分すごいと思うよね、はい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 、確かに、でしかも魔法使い墓地送れるしね、割とこいつは強そう、ワンドローもできてこれ優秀だ、誰だ、魔獣ウォルフラム誰だこれ魔法使いなの、え、ちょどうなってる、その種族の概念っていうのはないの、ラッシュデールには魔法使い族通常レベル3炎属性アタック1100、あでもやっぱり属性結構ねバラバラになってる、スペルアーチャー魔法使い族風属性レベル3アタック1000、アタック1000はさすがにあれでしょ、もうここら辺は多分、うん、アドバンス召喚するための下敷きに下敷きだよね、はい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 、効果もさきた、ルミナスシャーマン光属性レベル2アタック500、魔法使い族効果、条件、自分のフィールドの表側表示のこのカードを墓地へ送って発動できる、自分のフィールドの、表側表示モンスター1体を選ぶ、このターンそのモンスターは直接攻撃できる、あーなるほど、なんか届かない最後のダメージをはい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 、通称ヨウだねこいつほんまやな、ヨウだな、ハグレ使い魔、属性レベル1魔法使い族、アタック0、可愛いけどねあれじゃん、ポケモンじゃんこれ、ブラッキーだ、風星の加護、魔法カード手札を1枚墓地へ送って発動できるが条件で、自分のフィールドの表側表示モンスター魔法使い族1体を選び、その攻撃力をターン終了時まで1000、あ、強くね、1000上げるのはね多分重要になりそうだよ、あさっき言ったなこいつだ多分、ほらあートルネがいらっしゃる、トルネだトルネだ、1000アップするの強そうじゃないこれ、うん、効果使わずに、うん、素でドラギアス抜けるってことかドラギアス悲しい運命背負いすぎだろあいつ、マジカルストリームこれ何ですか、もうえこいつ、おサイクロンサイクロン、こいつ来た、これあれやん、おなんだっけアクアマドールだっけこれ、星4魔法使いのアクアマドールだ、結構守備高いやつ、効果が条件、自分フィールドに表側表示モンスターがいる場合、相手のフィールドの魔法トラップカードを1枚選んで破壊する、あーなるほどスタンピングクラッシュだ、そうそうそう、なんかこれスタンピングクラッシュのダメージないバージョンとかもドラゴンの方にあるんだ、あーなるほど強そう、なんだダークリベレーション、トラップカード来ましたね、トラップカード、相手のモンスターの攻撃宣言時、自分の墓地のモンスター魔法使い族4体をデッキに戻して発動できる、相手のフィールドの攻撃表示モンスターを全て、あ出た出たミラーフォースだミラーフォース、ミラーフォース来たなるほどね、
これがミラーフォースってやつか。強くないか、大丈夫か。これね、決まればかなり強いやろうね。え、でもさ、魔法使いってさ、墓地結構超えるでしょ、うん、まあ、墓地超やすデッキやもんね。しかもこの条件結構簡単そうだけどな。ミラーフォース警戒や。え、魔法使いのデッキのさ、うん、もうなんか癖カードさ、そのなんか魔法使いも墓地4体いたらこれ毎回警戒しないといけないでしょ。だからそうやね、一体シブにして投げるみたいなさ。そうやね、ラッシュデュエルは砂時計もないから分からんもんね。砂時計。いやでも俺たちはリンクスプレイヤーなんで砂時計光るか光らないかはちょっと判断してあのデュエルはすると思うんですけどね。砂時計光りますかっていう相手に聞くっていう質問するっていう結構あの口頭プレイングが発生するんで。火の粉のカーテンは、自分の墓地にモンスターが、いる場合、魔法使いがいる場合、相手モンスターの攻撃宣言時に発動できると。攻撃してきたモンスターの攻撃力はターン終了時まで500ダウンする。きた、逆円軍だ。でもちょっとなんかその殴り合いになりそうだから、最初はちょっと強そうじゃない。500下げる段階でね。しかもなんか発動条件すげえ有利し、攻撃宣言時魔法使いいればいいんでしょこれ、うん、1枚だけで500下げるって結構強いよねこれ。まあ、最初の方の攻撃力増減カードは強いって、うん、強いよねこれ。もうおばあちゃんも言ってたから、リンクスも援軍最強だったから当初はね。じゃあ次はじゃあ、こっちが要するに会話だ、会話デッキだ。リュークだっけ、名前、ね、アニメなんせね、アニメが見えないですよ。長野県はユーガとルークじゃなかった。ユーガとルークや。こっちがルークのデッキだ。電撃竜ドラギアス、ドラゴン族光属性レベル7 2500 1500。だからこれ守備がちょっと低いっていうのがね、うん、さっきのトーネとかで突破されるみたいな。トーネでちょうど突破されるし、ドラゴン族、デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。このターン、このカードが戦闘でモンスターを破壊したバトルフェーズ中、このカードはもう一枚続けて攻撃できる。出た、開闢だ。これね、開闢や。最初の方で2号ってもうほぼ全モンスター抜けるから。ああ、ね、はい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 。ライフ取るの結構重要じゃん、多分今回の。うん。だ結構2連打強いよね、普通に。多分ね。2500連打結構強いよね。3箇所しかないし、場は。盤面処理能力が高い。ね、グラビティプレスドラゴン。誰や、お前。レア枠か。筋肉質すぎるんだよ、これ。ドラゴン族、レベル6、アタック1500、地属性。条件、手札を1枚墓地送って発動できる。相手のフィールドの表側表示モンスター1体を選び、ターン終了時までその攻守を700ダウンする。強っ。だからこれはさっきのトルネと一緒で、セブンスロードの攻撃力が2100やから、うん、700下げたら1400なってこいつで抜けますよっていうこと、ね、あーなるほどなるほど。で相手ターン妨害する方あんまねえからな、これ結構強そうだな、これこのモンスター。守備も下げるのが、ね、強いよね。守備、あー本当だね。ファイヤーガーディアン、炎属性レベル6、アタック2100、強くね。ドラゴンの方がちょっと攻撃力高くなってるんかな。強いわ2100って。さっきのさ、うん、なんかどう考えても魔法使いじゃないモンスターいたじゃん。うん、あっち2000やったもんね。そう、ちょっと強いこの2100っていうモンスター、これ出したらもう結構突破できんぞ。だってそのマックスレーダーはまだないから、こいつだいぶマックスレーダー何回出てくんだよ。この暗黒の竜騎士、ドラゴン族レベル5、1600闇属性、ドラゴナイト、レベル4500。あー、こいつが要はアックスレイダーのアレキサンドライトドラゴンみたいな枠ね。アタッカーとしては優秀だね、下級の。ツインエッジドラゴン、強そうだぞ。手札を1枚ポジションって発動できる。このターンこのカードは2回攻撃できる。きた、出た、2回攻撃マンだ。はやぶさの騎士だ。そうやね、もうこいつの攻撃力上げれるようになったら攻撃力上がるカードあんのかな。竜の祈り子、かわいい。ドラゴン族水属性レベル3、まあ、下敷きですね。こいつもね、どこがドラゴンやねんってあるんやけど。え、なんか種族の概念ぶっ壊れたんかな、このラッシュデュエルって。ドラゴンバット、ドラゴンなんかコウモリなんかはっきりしろよってね。ドラゴン族、闇属性通常レベル3、1000、鳥か獣か、学者も意見の分かれる謎の生物。ここら辺ふざけてんね、これバテキストで多分。大群で飛ぶ姿が竜に見えなくもないので、もしかしたらドラゴンかもしれない。知るか。知るかよ。なんだよこのモンスター。はっきりせいや、はっきりせいやモンスターね。フェニックスドラゴン、これ多分これ強そうな気する。これ強い。炎属性レベル2、500、手札1枚墓地へ送って発動できる。自分の墓地のモンスターレベル5以上ドラゴン族1体を選んで手札に加えると。あー、だから1回使い終わったやつ回収できるんだ。そうだ、ドラギアスとかさっきのグラビティプレスとかを回収できるのは強いわ。強そうやな。強いわ。魔法使いの方ってさ、あのミラーフォースみたいなのでデッキに戻す、うん、戻さなセブンスロード回収できんかったけど、うんうん、こっち割とお手軽やなと思って。1回さ盤面返されて墓地行ったドラギアスもう1回出せるもんね、多分、うん、ほぼ多分。だってこいつと下級と手札コストあればいけるでしょ、もうドラギアス出せる。そうだよね、多分。そうやね、こいつめちゃくちゃ強いわ多分。これは強そう。うん、キリグだ。かわいい。平和を愛する小型のドラゴン、人懐っこく
君の身を投げると寄ってくる。かわいいな。首にかけたリングには何かすごい秘密が隠されているらしい。知りたい。下敷きだけどね君は。ね、うん、こいつら基本的にさっきの黒猫もデザインかわいいのにさ、うん、攻撃力ゼロやから裏向きで出すっていうさ表で出すことねえんだよな。逆にしてあげてくれ。これドラゴニックプレッシャーはめちゃくちゃ強い。これ確か強かった気がするぞ。なんか手札のモンスタードラゴン族3体を墓地へ送って発動できる。お互いのフィールドのモンスターすべて破壊する。出た、ブラックホールだこの効果でモンスターを破壊した場合、自分の墓地のモンスター1体を選び、自分フィールドに表側守備表示で特殊召喚すると。はあ、だから1回全部っ破した後、自分だけ1体戻ってくるんだよ。多分絶望的な盤面を一応返す歌ではあるんかな。うん、なんかコスト重いけどね。うん、まあでもラッシュデュエルは毎ターン5枚になるようにドローできるから、あれでしょ。だからまあ多分セットしといて前のターンに、で次のターン5枚ドローして、でなんか使ってぶっ破した後になんか手札からもう一回アドバンス召喚して、さっきのなんかこのフェニックスドラゴンから回収してみたいな、ね、で残ったハンドで墓地回収して、はい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 、はい、ちょっと盤面立て直すみたいなカードなんかな。ちょっと強そうだけどね。まあ魔法カードだから、うん、相手ターンに打てないのか。ちょっと速攻魔法っていう概念ないじゃんまだ。ああそうやね。うん、下流の熱戦、自分フィールドに表側表示モンスタードラゴン族がいる場合に、相手フィールドの魔法トラップカードを1枚選んで破壊する。お、出た、スタンピングクラッシュだこれ。どっちのストラックにも多分魔環小枠が一応3枚入ってんだ。サイクロン的な感じで、ドラゴンエンカウント、相手がモンスターを召喚、特殊召喚した時に、手札のモンスタードラゴン族1体を自分フィールドに表側表示で特殊召喚する。お、出ました、特殊召喚系カード。条件は緩いね。でもさ、相手ターンに出して強いドラゴン族っているのかな。ドラギアス2500だけど結構簡単に突破されんじゃん、意外と。そうだよね。あとこれ分からんのがさ、ルール的に、うん、グラビティプレスを出した時にさ、うん、グラビティプレスの効果ってさ、うん、使えないんかな。あ、相手ターンには使えないはず。やっぱ多分使えない、ね、起動効果だから、うん、これね、グラビティプレスってこれね、こいつの。だからまあ相手ターンに出す必要あるかって言われたらねえよな、ほぼ多分。うん、ほぼない。なんか、多分弱いカード、これは。反抗の流儀。自分フィールドのモンスタードラゴン族が相手モンスターの攻撃で破壊された時、手札を1枚墓地送って発動できる。相手のフィールドのモンスター1体選んで破壊する。あー、除去あるんだ。これ多分強いと思うよね。ドラゴン使う理由の一つは多分俺、これやと思ってて、うん。相手のターンに処理するの多分結構重要で、うん、要は次のターンの自分のターンでライフ取れるから、うん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 、相手のターンで処理しとけばね。だから多分これは強いわ。ちょっとコストがまああれやけど、あの感度コストを貯めないといけないから、ちょっと出したいのに出せないみたいなパターンはあるかもしれないけど、うん、ドラゴンデッキのね、これは多分強い。切り札みたいな存在じゃない？うんうん、差はないよね多分カードパワーに。今のところ差はないかもしれない、うん、まあちょっとこの後ね、対戦して、対戦動画また別でね上げたいと思うんで、そっちもよかったら楽しみにしていただければと思います。というわけで、この動画が良かったらチャンネル登録およびグッドボタンをよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあな。